はいどうもゆうきです。静止をなぞるパワプロくんポケット4を続きやっていきたいと思います。で今回は仲間を集めるのがメインですね。まずは村長の家に行きます。ごめんください。はーい。おい、あんた野球部のゆうきだね。誰だお前は。はい、学校の先輩ですよね。うん、一つ上の学年だよ。私は竹雄の姉ののぞみさん。村長の家の娘さんですね。のぞみさん、彼女も彼女候補で、実は6で整形してね、再度登場してくれるんですよ。竹雄なら今2階にいるよ。呼ぼうか。はい、お願いします。ここだけの話、竹雄のやつ野球部に相当未練があるらしくってね、こっそり練習してるみたいなんだ。可愛いやつだぜ。え、本当ですか。まあ素直じゃないから野球部に戻るかどうかあんた次第だね。じゃあ呼んでくるよ。そうですね、言い方気をつけないと。これよいしょよいしょして、よいしょよいしょ、君が必要なんだ、君がいてくれないと野球部は大変なんだ、助けてくれ僕たちを頼むみたいな感じで言ったらいけんじゃね。ん、なんだユキじゃねえか。俺に何の用だ。島岡くんに野球部に戻ってきてほしいんだ。この言い方いいよ、今のところいいよ。は、誰が今更野球なんて。練習してるって噂を聞いたけど。これダメよ。これね、うるせえ、練習してねえよ誰も、んなもん知るかバーカバーカって言われて帰ってこなくなっちゃうやつよ。な、何。いやそれはデマだ、見たやつの見間違いだ。ふーん、まあそれはそれとして野球部に戻ってやってもいいぜ。おお、え、本当に。ただしよろず屋のゲームで勝負して勝てたらだ。なんで。は、それで1万点以上が取れたならお前の勝ちにしてやろう。いや、なんで。いや、そうじゃなくて、野球部とゲームにどういう関係が。関係あるわけないだろ。素直、そこは認めんのね。さあやってみろ。じゃあやっていきましょう。弾出る飛行機ピンピンピン。でパワポケのほんといいところとして、ミニゲームのクオリティが高いところ。これ1本で普通にバーチャルコンソールとして売れそうなぐらいのクオリティです。で弾出る飛行機ピンピンピンに関してはパワポケ11で続きが出るんですよね。このピンピンピンの続きの作品がこうやってミニゲームでも続編が出たりとかするところが本当パワポケの面白いところなんで、シリーズ通してちゃんと覚えてると本当に、ああ、あの時あったなこのゲームみたいな、あれが進化したのかっていうゲームがあるので、まあ、今後もね実況でもやっていきたいと思うのでぜひ見といてください。じゃあいきます。さあピンピンピン、こうやって壊すとこの弾の種類を変えられるやつが出ます。で H を取るとホーミング弾、相手をホーミングしますね、追いかける弾で。 L を取るとレーザー貫通弾です。縦にいっぱい並んでるととっても便利ですね。ただこういう状況だと弱い。ちょっと待って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 。 V を取りたい、 V を取りたい。 V を取るとこう斜めに出る2発のショット弾みたいな感じになります。ちょっと待って、俺ホーミングにしたいんだよ基本。これで僕はベースとしてホーミング弾がいいです。これただ A ボタンを押しておけば勝手に弾が追尾してくれるので威力は低いんですけど、避けることに、敵の攻撃を避けることに集中できるんですよね。結構このゲーム横から敵出てきたりとか弾幕張られたりとか難しいところがあるんで、回避に集中をしたいのでホーミング弾が基本好きです。ただね、敵がこうやって一気に来ると弾がいろんなとこ飛んでっちゃって、で威力も低いんで結構やられやすくはなっちゃうので、その瞬間だけ弾を切り替えられたら一番いいですね。あとはこの弾の何これ、この弾切り替えるやつを取るとスコア100上がるんですけど、それ取りに行ってる間になんか隙が生まれてやられちゃうっていうことが僕よくあるんで基本取りません。端っこの弾に関しては基本取りません。その代わり敵に集中して敵の攻撃当たらないように、一発当たったら死んじゃうんで当たんないように気をつけていきたい。こうやって横から急に出てくるからね。ホーミング弾に関しては前にいても当たらない、そして前にいても攻撃できる、どこにいても攻撃できるのがほんといいところ。あとは敵の攻撃を避けることに集中と、敵が大量に出てきた瞬間に弾をスイッチする、その瞬間だけ弾を拾う、これが大事ですね。あ、来た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 。ここでじゃあ L、 レーザー、レーザーで縦列さえ開ければこれ敵には当たらないので OKOKOK、 無事回避で、ホーミング弾に切り替え、来たねボス。ちょっと待って、危ねえ。バッカー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 、敵先1体倒しちゃいたいな。でも普通にホーミングで2体に分かれてんな。 OK、 1体倒せた、もう1体 OKOKOK、 いいよいいよ、今8300点、8400点、これいけるんじゃね。いやでもこれな、こっから岩を壊すと岩が砕け散って3個ぐらいになるんですよね。ちっちゃい、ちょっとちっちゃい岩に、こういうサイズの岩とか砕くとね、
対象、狙う対象が増えちゃって弾がいろんな方飛ぶようになっちゃうんで、あんまり砕きたくはないんですけど、ちょっとこれめんどくさいですね。あ、でも8800点、あと1200点、いいんじゃない、いいんじゃない。で、何このでっかいの、サーターアンダーギーですか。あ、中心に敵がいましたね。ね、ロックマン8でこういう中ボスいたよね。クラウドマンのステージ、クラウドマンだよーんって言ってたステージの中ボスで、なんか体の周りにゴミとかおもちゃとかたくさん浮かせてて、それ飛ばしてくる中ボスがいたと思うんですけど、ロックマン8大好きです。仲間由紀恵さんが主題歌歌ってるのはロックマン X4 とロックマン8がすげえ好きです。ちょっと待って、9300点、いいよ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 、あと500点だよ、あと500点だよ。ちょっと待って、ちょっと待って、砕けんな砕けんな砕けんな。ポイントは入るけど砕けると当たるかもしれない。 H 取っとこう。 OK、 あと100、 OK、 1万点超えた、クリア確定。あとはどこまでいけるか、タイムも残り15秒なんでね、まあ、ギリギリまで頑張りましょう。ボスを、俺はお前を破壊する、残り10秒、破壊してやるぜ。ちょっと待って、岩が、 OK、 いいねいいねいいね。時間伸びたよ、あと15秒ね、あと15秒ね。もう延長なしよ、延長1回までよ。他のお客様のご迷惑になるので、カラオケでは延長は1回までにしてくださいね。おい、7秒6 5 4 3 2 1、おお、びっくりした、ビーム飛んできた。え、何これ、ちょっと待って待って待って、残り1秒でボス戦になるんだよ、無理だよ。 H 拾っとく。はい、でも12000点無事勝利しました。よし、勇気よくやった。なんで、え、あ、いや、その敵ながらよく言ったと、よくやったと言いたかったんだよ、逆ギレ。あ、なんだその目は。とにかくこれね、戻る口実が欲しかったから、主人公が勝ってくれて嬉しいんでしょうね。約束だから野球部に戻ってやろう、本当は戻ってきたかったくせに。で、仲間になりました。オッケーオッケーオッケー。このミニゲーム結構苦手なんで助かりました。入るぞ、ほら今月の小遣いだ、ありがとうパピー。5000兆円が良かったな。あ、メールが来てるぞ、あきみからだ。そういや、大安高校のみんなと全然連絡取ってなかったな。よ、読むのが怖い。連絡取ってなくても向こうから連絡してくれるってすごいありがたいことですけどね。メリークリスマス。ゆうき久しぶり。あんたがそっちに行ってからもう4ヶ月だね。お前こんな可愛い子からクリスマスにメール来るとかリア充だろ、バカしろ。相変わらず野球してたりするのかな。こっちは赤坂が前にも増して猛練習するようになっちゃって、あんまり遊んでくれないよ。あんたはあんたで島の生活になったら連絡するとか言ってたのに全然連絡くれないし。クリスマスメールのはずがいつの間にか愚痴メールに。まあそれはいいとして、すいません先生、ここまでの文章を送る必要なかったと思います。送る前に削除してよかったと思います、ここまでの文章。そっちの様子も知りたいし、勇気もメールしてね、絶対だよ。いや、本文3行かよ、それメインそれだろ、3行かよ。はい、メール返す。よし、メールを返しておこう。これはね、返さざるを得ないでしょう。こんな可愛い子からメールもらって返さない男がいたとしたら、マジもうね、おじさんもうありえなくないって言っちゃう、ありえなくないって言っちゃう。じゃあ次で、森本のイベントもちょっと苦手だから、ミニゲーム難しいから後回しにして、じゃああ、学校あった、学校の理科室で堤行きましょう。理科室に行く。おい堤くん、何ですか。野球部に戻れというならお断りですよ。またまた裏サクセスではよく助けてくれるくせに。取りつく島もないな。君も分かってるでしょ、僕たちのレベルでは練習試合さえまともに成立しないのですよ。まあ、ただし部室がなくなったおかげでやめる踏ん切りがついたというものです。でも今まで野球部にいたのは野球が好きだからじゃないのかい。グラウンドにいる時の堤くんは生き生きしてたじゃないか。う、意外に鋭いですね。野球は好きなんだね。まあ、僕だって野球に未練がないわけではありません。どうです、ここは一つゲームで決めてみせませんか。みんなゲームを挑んでくる。何なの、初代の遊戯王なの、初期遊戯王バンダイ版。ゴソゴソ。何それ、ゲームボーイアドバンス、時代を感じる。 PDA です、手のひらサイズのコンピューターですよ。パソコンの勉強のついでにこれで動くゲームを作ってみたんです。 PDA って今聞かないよね、シークレットゲームぐらいでよ聞いたの、キラークイーン。へえ、すごいな。
これがクリアできたら野球部に戻ってもいいですよ。本当？ええ、約束しましょう。でもクリアできたらの話ですよ。よし、やってやる。ときめき算数残数。やりたくねえな。制限時間内で一定の正解数を出せ。皆さんも一緒に考えてみてください。ときめき算数残数。ちなみに彼らは高校生、高校は数学のはずなのに彼がやってるのは算数です。では行きましょう。 A ボタンで決定。左のパネルから3つ選んで左の数字になるようにしろ。足し算の問題。じゃあやりましょう。星？星？何星って。あ、8ね。224 OK。 次10。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どれ？あ、あ、0がある。280。はい。NEXT。16。448。OK。次、7。205。いいよ、いいよ。9。9?1。9？ え？ちょっと待って、ちょっと待って。落ち着いて。ダメダメ。お、待って待って。5、4、0。OK、OK、OK。9。9？ また9？711。ちょ、意外と難しいのよ。ていうか、時間制、このカチカチ音やめて、めっちゃ焦る。え、9、また 9?9 好きね、あなた。あんたも好きね。OK。15、15でけえな、いきなり。7、5、3。何も正解すればいいんだ、これ。9。いや、ほんと9好きだな。9やめろよ。OK。あ、10問。これ、いい音したから、クリアしたんじゃね ?15。あ、でも割と楽しくなってきた、これ。あ、違う違う違う。280。で、10。280。OK。で、11。830。何この音？何これ？ちょ、待って待って待って。890。15。852。12。12。12。ちょ、ない。7。おわお。おわお。あ、でもクリアできました。723ならよかったのか。よし。信じられません。ではそういうことで。おいおいおい、ちょっと待て。おい、約束破るのか。失礼な。家から野球道具を持ってくるんですよ。あ、それは失礼しました。僕が真剣に取り組むからには、練習メニューももっと効率的なものを取り入れますからね。いいですね。よろしく。なんだよ、やる気満々じゃないか。なんだよ、やる気満々じゃないか。オッケー。OK、疲れた。簡単だ。香港ガチャ入るぞ。おい、一緒に初詣にでも行かないか。もちろん行きます。パパ、仲いいね。そして、おお、結構賑やかだな。とりあえず参りするか。お前は何を祈願するんだ？能力、体調、女の子、お金、なんか。これ決まってるでしょ。モテたい。さて、お参りもしたし、おみくじでも引こう。よく振って、と。シャカシャカシャカ。えい。きた、きち。嬉しい。普通に大凶とか出っからな、パパケ。うん、まあこんなもんだろう。もう父さんと同じじゃないか。嬉しいね、このシンパシー。あ、そうだ、お前にお年玉をやるの忘れてたな。お医者さんのお年玉でしょ。まあ1億か2億、最低でも8000万円からですね。ほら、無駄遣いをするなよ。ありがとう父さん。1万円ありがとうパピー。じゃあこれで最後かな。研究所行きましょう。ここはミニゲームありません。山田くん、ここは一体何なんだい。なんかダンジョン編みたいなの出てきましたけど。黒の博士の研究所でやんす。俺たち野球部に入ってくれる人間を集めてるんじゃなかったっけ。そうでやんすよ。じゃあどうしてこんな怪しい城に来なきゃいけないんだ。この家には実は高校生の三つ子がいるのでやんす。こんな家に。そんな連中見たことないけど。夏から学校休んでるでやんす。うわ、不良。みゆき先生も困っていたでやんす。きー、扉が勝手に開いたな。開いたでやんすね。わっは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 っ、アクション仮面参上。ようこそ我が城へ。帰ろうか山田くん。そうでやんすね。あ、これちょっと待て。このカッコで慌ててるのが面白い。そして、まったく最近の若いもんはお約束というものが分かっちゃうな。うつぶつ。あの、あなたが黒の博士ですか。さよう。この世の真理を探求せんとするもの、黒の鉄斎とはわしのことじゃ。黒の博士もね、今後のストーリーというかパワーポケしてかなり重要な役割を持つ博士です。こちらに日の出高校に通っていた三つ子のお子さんがいるとか。もう博士についてはノータッチ。919時、九四郎のことじゃな。しかし三つ子？ブツブツ。これね、
これね、実は三男もいるんですよ。4人兄弟なんですけど、1人忘れられてるっていうね。この3人が確か野手で、もう1人がピッチャーなんですよね。ただ3人を仲間にするか、1人を仲間にするかみたいなことしかできないんで、4人全員は無理なので、とりあえず3人で行きます。彼らは最近学校へ来ていないんですけど、ああ、行かせておらんからな、行かせろ。それはどうしてです？奴らを高校に通わせても、世界政府の役には立たんじゃろうが。山田くん、この人ちょっと変なんじゃないか？なんか不吉ババアと同レベルだよ。ちょっとどころじゃないでやんす。博士、博士、どうしたお前たち？僕たちを高校へ行かせてください。ちょっとね、同じ顔が並んでると金銀パールを思い出すんですけど、やつらよりよっぽどいい子です。ここでできるお手伝いは限られています。僕たちもっと博士のお役に立ちたいんです。おお、お前たち、お前たちは最高傑作じゃん。変な家族だな。というわけで博士の許可が出ました。僕たち明日から学校へ行くのでよろしくお願いします。君は九一くん、僕たちのことは単に黒野と呼んでください。めんどくせえよ。でもそれじゃあどの黒野か本当では分かんねえよ。でもその方が落ち着きますから。変わった連中だな。ということで3人が仲間になりましたと。結構部員集まったね。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。で、次回も引き続き仲間集めがメインになります。ミニゲームを攻略しながらいろんな仲間を集めていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント